スランプついちゃってますけど、まだまだ元気なジムニーでございます。20万キロ車外ナビがついてます。エアコン効いてますけど、すごく冷えてる感じではなさそうですね。まあ夏は超えられるかなぐらいですけど、クリーニングとかっても良さそうですかね。でブーストメーターついてますんで、燃費を気にする方にもとてもいいかと思います。クラッチの状態はいいです。ギアが2速に入れるとき、2速に入れるとなんかあの外の音を拾うようなホーって外の音聞こえます。まあでも気にならなくと気にならなくなってくる感じですけども、あとは関西のモデル、関西って山本関西のモデルなんですけど、なんかちっと奇抜でいいっすよね。なんかね、思い切っちゃってる感じが、なんかあれですよね、深海魚とも言えないあのブラジルの方にいる魚の鱗みたいな、いやなんつったらいいんですかね、うまく言えないですけどね、ペルーあたりのとか、あすいません、大体でいつも生きております。60キロの高速道路で、9キロオーバーで走っております。ここがちょうど光るポイントが出てきます。120ぐらいで走ると光る、あれ、あ、過ぎちゃってますね、光るとこ過ぎちゃってました。高島平上空なんて言い方しますけどね。あとリアが少しハンドルとか抜けてる感じなんでしょうかね。後ろだけあの少し硬い感じでドンって跳ねる感じしますけども、でもあの元々ジブリって結構こうあれですよね、もう新曲からもう柔らかい乗り心地が